なんか自分的にはおとなしい方って思ってるんだよね。ちょっとなんか色もピンクと水色が入ってて可愛いです。そう、うん、ニムの髪型も可愛かった。マイカちゃんありがとう、綺麗な色。そう、なんかベースも落ち着いている。もし団結婚してよろしく、ありがとう。春感ある、なんか爽やかかもしれない、爽やかみを帯びてる。そう、かなかなっちゃんこんばんは、ざわちゃん結婚してよろしく、ありがとう。ゴムちゃんハートありがとう。色はね、なんかいつも私はなんかピンクをやっちゃうんだけど、なんかあの変えたいなと思って薄めの色に割として、そうで、あとマグネットネイルっていうの今流行ってるんだよね。それを初めてやりました。ここの部分がマグネット。セナモンちゃん、リサシカタン、ありがとう。マグネットみたいな、マグネットですね、みたいなじゃない、マグネット。そうも結婚してよろしく、ありがとう。そう、なんかでもこれピンクと水色だったと思う。でもおとなしめな顔おとなしめな感じです。マシタン結婚してよろしく、お揃いに、え、いいかも。なんかおとなしめ、あんま派手にっていう感じじゃないからいいかもしれない。うん、主張がない。つまいちゃんハートありがとう。ハートなんか前髪の量がね増えた。増えました、増えました。なんかバイト中に見てくれてるの？ありがとう。バイト中に昨日サークルでね、ありがとう、読んだよちゃんとサークル。かほちゃん、レラちゃん結婚してよろしく、ありがとう。めっちゃハートたくさんありがとう。風邪ひいたの？大丈夫そう？みんなか風邪大丈夫？元気？元気で行ってね。元気でいてね。ゆうちゃん会いたいね、早く会おうね、ほんとに。まいちゃんハーフね、ありがとう。お揃いだったね。いつかのお話し会楽しみにしてて、寝る。はい。見せ方がやばい。どうしていいかちょっとわかんないね。うん、かすみちゃん結婚してよろしく、ありがとうね。かすみちゃん昨日さタワーくれたのにさ、りさちょっと手持ちだったから今から書いてもいい？でまだ書けてない方いるからさ、ちょっと今日も呼んでくね。今日も呼んでくね。マグネット、え、塩かわいいよ。マグネットこの間リサハラの話してたの。いいやん、よくない？レッツ不在表やばい。レッツ不在表今から始めるよ。じゃあ書いてきます。うん、レッツ不在表スタート。まずはいると確認できたかすみちゃんに書いていくよ。ジンも一緒にいるの？え、仲いいね、本当に。一緒にいるの今？すごいね。何遊んでるの？ゴールデンウィーク？いいね。何も言ってないのに。遊んでるの？ゴールデンウィーク。みんなゴールデンウィーク何やってる？私は何もやってない。なんか
今日はお仕事のつもりだったんだけど休みになっちゃったんだよ、いきなりね。でどうしようと思って、なんか私唐突に何もできないからなんかどうしようもないくて、で終わった。お酒飲んでるの？でもいいね、なんかさ、友達とさお酒飲むのよくない？いいやん。ゴールデンウィークもお仕事偉いよ、本当に偉い。大学のサークルか、楽しかったらいいよね、サークルもね。いいね。お散歩はね、あでも歩きましたね、意外と。でなんかどうしようと思って、どうしようと思って今日何やったらいいか分かんないみたいな感じだったけど、まあ結局なんか天気いいから外に出てっていう感じだったよ。そうなんか映画ね見ようかなとかも思ったんだけどね、今流行ってるじゃん、東京 MER、 比べないで流行ってるの。でもなんかちょっと一人なんかどうしようと思って見てない、結局。てかなんか人が多すぎてさ、もうやばかった本当に。街は人が多くてとんでもない。みんな言ってたね。あ、嘘、見たいって言ってたの？マジ？行きたいな。感動するらしい。てか私平井大さんの歌が大好きなのね。で平井大さんの歌大好きなんだから、なんだからって大好きだから、なんかその歌もめっちゃ大好きで、シンフォニーっていう曲めっちゃ大好きなんですよ、本当に大好き。でなんかこの間もテレビで歌われてて、めっちゃいいってなって、でもその内容がまた分かってないから、多分内容を知ると余計もっと感動するかもしれないんだけど、歌だけで感動した、良すぎ。平井大さんの歌めっちゃ好き。ありがとうかすみちゃん、昨日かけなくてごめんね。はい、ちょっと広がってるわ髪が。無事にかけました。